大学生活でモテましたか？それはモテたんじゃない？マジで？はい。日本代表が当たり前の世界なんですよね。自分たちが食べてるこっち側で丸々なってるんですよね。皆さん、こんにちは。藤井哲也です。前回に引き続きです。すみません。ちょっと新しいのが欲しいんですよ。なんでちょっと今いろいろ試行錯誤してるんですけど、なかなかいいものがなくてですね、ちょっと皆さんコメント欄でお願いします。ということで皆さんこんにちは。今日もね、以前に引き続き気象学部が来てくれてます。はい。もう慣れましたか？慣れました。慣れました。はい。ちょっと慣れてないのかな。ということで今回はスタッフの方が企画を持ってきてくれてます。はい。今日は何ですか？今回はいや、スタッフも緊張してますね、これ。これスタッフも緊張してますわ。今回はプライベート的な質問をちょっと、はい、していければなと思ってます。はい。いや、もう言えるとこまでですよ。秘書学もね、しっかりと、はい、いろいろあるんでね。際どいところはもうダメって言ってください。ね、はい。言える範囲で言っていきます。はい。じゃあ早速第1問ということで、はい、第1問いきましょう。まあお二人ちょっとまあ普通に早稲田に通われてたということで、はい、そもそも何学部だったのかなっていうのが。それはもちろんスポーツ科学ですよね。スポーツ科学、まあ、もちろんスポーツ科学ではない。え、違うの？はい。僕は教育学部というところで大好き。あ、教育学部なんや。教育学部というところに移籍しました。そうなんや。はい。え、なんで教育学部なの？スポーツ推薦枠に入ることができなかったので、はいはい、英語入試という入試方法で、まあいろいろ併願で受けた中で教育学部が良かったと。ああ、そういうことで教育学部ですね。ちなみに文系か理系かでいくと、僕は理系で、理系なの？教育学部の中でも数学科というところで数学専修って感じでしたね。え、じゃあちなみに大学ではどんなことを学んだ？はい、数字をずっと追いかけてましたね。マジで？はい、ずっと4年間。やばいね。やばいね。これだけ言うとやばいやつなんですけど、うん、やばいやつです。あ、そうなんや。一応勉強も頑張ってたっていうのを売りにしてるつもりです。いや、勉強もできるの？いや、わかんないですけど。いや、まあこういう人は大体できるんですよ。できない人は俺みたいにできるっていうんですけどね。はい。ということで、すいません、進めてください。じゃあ続いてなんですけど、まあ単刀直入に大学生活でモテましたか？おお。それはモテたんじゃない？全くモテないです。マジで？はい。なんで？で、それこそ僕自身もやっぱりモテたいじゃないですか。うんうん。で、モテると思って、まあ、ある種のそういう早稲田大学ラグビー、早稲田大学やってるっていうのをちょっとちょっと言い切りたかったんですけど、うん、全くそんなことなくてですね。ああ、そう。で、やっぱりスポーツ科学部と、まあ、こっち側って言い方あれですけど、キャンパスが違うんです。キャンパスが全然違う。で、まあ、一応メインのキャンパスなので、うん、まあ、チヤホヤされるんじゃないかと思ってたんですけど、うん、4年間キャンパスに通い続けて2回しか声かけられなかったんですね。マジ？2回しか。もう年に100回ぐらい声かけられるかって思って、うん、ちょっと風邪気味ながら歩いてた時期もあったんですけど、うん、これは違うなっていうのは。あ、そうなんや。ちょっとイメージとは違うかもしれないんですけど、そういうキャンパスライブでしたね。僕はですね、日本代表だったんですけど、大学時代の時からね、全然日本代表が当たり前の世界なんですよね、スポーツ科学部って。隣見たらディーン元気さんとかさ、オリンピック出てるやんとかさ、普通にもうオリンピックも経験してますとか、そういう選手でザラザラいるんで、全然もう騒がれたりもしないですし、あああれねみたいなぐらいの感じで、全然そのモテるとかもなくですね、たくさん友達は作ってくれる、うん、なかなかそういう感じにはならんかったなっていうキャンプスライだったね。どこに行ってもマスターの時モテないですかね。モテんのかもしれんな、もしかしたら。確かに。まあ、でも唯一嬉しいのは、やっぱり花園であったり渋谷の宮に行くと子供たちに騒いでもらえるっていうのは。ああ、まあそれはね、それは本当嬉しい。めっちゃ嬉しい。そこだけです。確かに確かに。はい。早稲田の寮あるあるみたいなのを一ついただけないかなと思って。寮あるある、まあまあ、ちょっと一つ、はいはい、これは共感してもらえるかもしれないけど、はい、まあね、4年生の時は、まあ、優勝で終わってるけどさ、その他の3年間は負けてるわけやん、はい、俺も4年間負けてるわけよ、うん、その最後の試合、その年の最後負けた試合の後、寮めっちゃ荒れへん。
いや、全然あれないっすよ。嘘やろ。あれないっすよ。マジで全然あれないっすよ。めちゃくちゃ、だからもうみんな帰ってきて、みんなこうご飯食べたり飲んだりとか、もう最後やからスルーよ、みんなシーズン終わりやから。よし、新潟真面目なんかな。でも僕買った時はしました。あ、買った時はね、買った時はしました。わけでもう次の日量むちゃくちゃ。全然そんなことなかったですね。マジで。はい。いや、もうやっぱりしっかりしてますよ、優勝するぐらいなんでね。しっかりしてますよ。変わったんですかね、ちょっとだけ。変わったんかな。ないですけど。あ、でもあるあるちょっと思いつきました。はいはいはい。ですね、僕が3年生の時、100周年、101年目なんですけど、まあ先輩が100年分いるということもあって、うん、やっぱりその、いろいろその、OB と現役が集まる会があるじゃないですか。はい、あります、ね。その中で絶対に、その昔はこうだったよと。入ってくるおじちゃんがいると、はい、あ、まあまあそれは、ね、どこに行ってもすごい。それはそれはそうね。でもそのまあ多分、まあ、高校とか行ってもそうなんですけど、うん、もう早稲田はこうだというこの伝統をしっかり伝えてくださる人が確かにめちゃめちゃ多い。それだから遠回しに悪口言ってない。大丈夫。いや、それによって気づけたって、その早稲田らしさをね。はいはい。ということです。そういう意味で。ちなみにさ、その集まる会でさ、鍋しするシーン。よしまいです。それ早慶戦とか早明戦の前の日に、はいはい、その OB の人と ありますあるよね、はい、鍋、はい、であれでなぜか知らんけど選手が買い出しとか行かなかんや、全部行かなくていいです。何どういうこと。いや、もう勝手に全部セットされます。マジで。夜ご飯と一緒に。マジ、はい、おかしいっすよ。俺の時はOB の方が好きなもん買ってこいっていうので買い物僕らが行くんですよね、お昼に。午前中に練習終わって、でもう好きなもん買ってこいって言われたから、それもデパートの地下に行ってグラム2000円とかする肉買って、それでしゃぶしゃぶとかするんですけど、そういうのがあったよ。ないんや。いや、もう用意されてるんで。マジで、うん、いや、もうしっかりしてますわ、やっぱり。変わってしまいましたね。変わってしまってるね。しまいましたね。このね、4年間で全然何があったんですか、何があったんかなっていう。あ、そうなんや。早稲田ラグビー部で、夏合宿後に、はい、吉永小百合さんから牛1頭送られるっていう話を聞いたことがあるんですけど。はい、それあれですね、多分夏合宿途中やね。夏ほぼ終盤ぐらいですか。ほぼ終盤ですかね。はい。それって本当なんですか。本当です。本当です。はい、本当です。ちなみになんですけど、僕残念ながらなんですけど、その肉食べたことないんですよ。そのいろいろこの怪我してたりとか、この代表合宿とかで食べたことなくて、教えてほしいんだけど、吉永小百合さんのお肉。どんな感じで、やっぱ牛一頭もらえるって言うんだけど、マジ牛連れてくる感じ？いや、連れてくるのってさすがないですけど、さすがに自分たちが食べてるこっち側で丸々なってるんですよね、うん、で、そっからこうやって切って出てくる。そういう感じなの。部位で送られてくる感じ。だから足とか頭が残ってます。あ、丸焼き。ほぼで、多分お腹のいいところは多分切ってくださってるのかわからないですけど、うん、結構その、まあ、死骸じゃないですけど、調理過程を見れます。マジで。まあそうですね、よくトンガ人がやってる豚の丸焼きみたいの牛番です。マジ、はい、でそんな感じで吊るされてる感じですね。あ、じゃあほんまに牛ガチで一頭なの。多分来てると思います。全部見ようとないんですけど、うん、まだ足とかは残ってるってことで、牛一頭来てると思います。さらにトントンいう感じですね。そんな感じだよ。いや、もうそうなんや。なんでもう用意ドンと瞬間にとにかく殺到してみんなの線持って行って、カクテルを持って行って食べるっていう。あ、そんな感じだよ。食べたかったな。いや、食べた方がいいと思いますね。え、はい、絶対に。もし吉永小百合さん見られていたら、僕と岸岡でバーベキューをするので、牛一頭よろしくお願いします。で、最後の質問なんですけど、はいはい、まあ、今となってやっぱ女性ファンも多いかなと思うんですけど、まあ、お二人が思う最高のデートプランをちょっと女性ファンの方々に教えていただけないかなと。あれ、なんかちょっと考えていいですか。じゃあ俺からいきましょうか。早いですね。ですね、僕は、まあ、旅行っていうのも結構いいと思うんですけど、やっぱりこう遠征が多いので、なんか
当たり前の日常がめっちゃ今幸せなんですよね。やっぱり例えば遠征から帰ってきてフラッとどっかに行ったりとかっていうのがすごい僕の中ですごい嬉しくて、なんですごい長い遠征から帰ってきた次の日にちょっと遠いビーチまでドライブしながら、まあ、好きな曲を聴きながらですね、こう一緒にこう喋りながらドライブして、でそこのこうなんか景色であったりとか、はい、海の 風を感じられるランチできるところに行って、うん、ランチをしてそこでもいいですし、場所を変えてもいいのでカフェお茶をしながらこう夜を迎えたいなって夜を迎えたいなって言い方が変やけど、あのこれやばいな。いやなんか そういう変な意味じゃなくて、こうなんかいい感じでね、うん、この太陽が沈むのを見たいなっていう意味です。はい、いや、本当に、本当に、なんか変、自分で変な感じでしてるな。そういう感じじゃないですね。そういう感じじゃない、でも。ありがとうございます。僕はですね、一部結構似たようなところあるんですけど、僕も結構アウトドア好きなんですけど、ゆっくりしたいなって、はいはいはい、比較的そんなアクティブなことをしに行くっていうよりかは、結構海辺をドライブでもいいですし、あと山登りたいなって結構あって、あ、山登りアクティブな女の子好きなんで、あ、そう。って言ってもそんな、やんちゃしてる子じゃなくてですね、結構まあでも運動もできるよっていう子がいいので、うん、まあ例えばまあドライブなり山登りでもいいですし、はい、一番したいのはやっぱりお昼ご飯を食べてゆっくりと2時間3時間もカフェでゆっくりコーヒーを飲みながら、まあ、別に本読んでもいいですし、うん、まあ、携帯本読むの携帯実もいいですし、あ、そうなんや、まあ、でもなんとなくその景色見えるところでっていうのは結構いそうですね。ああ、まだゆっくりしたいと、ゆっくりしたいですね。あ、そうなんや、ゆっくりと同じ時間を静かハビーで過ごしたいっていうのは分かりますし、うん、あ、そうなんや、うん、意外とスタンドオフやんか、うん、司令塔やんか、はい、めちゃくちゃプラン考えるのかなと思った、全然くプラン考えないですね。あ、そうなんや、全部人だろうって感じです。あ、そう、とりあえずそこで、まあ、ゆっくりして楽しければいいみたいな。あ、そうですね、どっか行く時もとりあえず目的地だけしか決めないですね、基本的に。そう、いいってなんとかなるって思ってるんで。あ、そうなんや。ちなみに、まあ、今さっきアクティブな女性が好きって言いましたけど、はい、それ以外になんか女性のタイプ、あ、だって綺麗めか可愛いめかだったらどっちがいいみたいな。綺麗可愛いだと僕は可愛い方ですね。あ、可愛い方なんや。俺は綺麗めの方が好きです。はい、なるほど、はい、どうやってイメージがありますね。あ、そう、どっちのデートプランがいいかみたいなの。あ、確かに欲しいですね。どっちとデートしたいかちょっと、どっちとデートしたいか勝負しますか。勝負しますか。勝てないな、これ。勝てないそうだな。これ、じゃあ、お互いのツイッターで動画が出たら、ね、アンケートを取るので、動画を見てどっちのデートプランが良かったのかっていうのをポチッと、押してください。ツイッターとインスタグラムね。はい、で、気象課のツイッターとインスタグラムはここに、載せるので、ぜひ、見てください。お願いします。じゃあ、あの、またもしね、気象が良ければ、コラボしてもらって、はい、デートプランでこっちの方が行きたいって買った人には、負けた人からなんか願いを叶えるみたいな感じでいいか。あ、いいですね。そんな感じにしましょうか。とりあえずじゃあ買った人が、言ったことは絶対負けた人がしないといけないみたいな感じにしましょう。 OK、はい、です。はい、じゃあそんな感じで、募集するので、ぜひ皆さんどしどしアンケートに答えてください。よろしくお願いします。お願いします。ちなみに、まあ、今回いろいろ撮影をしてね、はい、どうでしたか。いや、緊張しました。緊張はしたね。緊張しましたと。僕、試合緊張するのって言われるんですけど、試合めちゃめちゃ緊張しますと、うん、でそれよりも緊張しましたと。マジで？いうところはありますね。まあ、慣れないことはすべきじゃないかもしれないけど、慣れないことは緊張しますね。ありますっていうところがあるのと、やっぱりその早稲田の話だったり、このまあオフの話でもありますけど、結構似てるところがあったりとか、なんかラグビー選手ってこんな感じなんだなとか、確かに。やっぱりまあ、もう同じ噂だっていうのはあるかもしれないんですけど、結構似てるところがあるんだなっていうのはあるのが見としてあったかなというふうに思います。丁寧な分析ありがとうございました。ということで、まあこんな形で、岸岡君をゲストに迎えて、やってきました。あの、いつもの、まあ、チャンネル登録と高評価の部分は、岸岡にやってもらおうと思います。はい、じゃあお願いします。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございます。いいなと思った人はグッドボタン、あとは高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。